3人みんな弾いたんだね。今まで自分の弟や妹が弾いてるのを聞いてどんな気持ちでしたか？なんか自分だけ間違えれないなってお兄ちゃんのメンツがあるからね。妹さんや弟さんにピアノを教えてあげることある？お家で。いや少ししかない。少ししかない本当。連弾の話をさっき前の人の時にしたけど、3人でも弾ける曲があるの知ってる？いや知りません。手が2本あるよね。3人で4人あ2人で弾くと4種、手が4つ、3人で弾くと6種っていうのもあるんだけど、手が増える分だけ音も豪華になるんだけどね。ぜひそんな曲も練習してみてほしいなと思いました。これからも頑張ってください。はい。